ライブ始まりますよ。いや、私たちは大阪市の公園猫サポーターのボランティアです。ちょっとご応募させてもらいます。はい、お願いします。猫の紙芝居をみんなに見てもらいたくて作りました。タイトルはどうしてお耳にカットがあるの。始まりますよ。猫のクロちゃんとシロちゃんは兄弟です。2匹とも同じところに耳のカットありますね。切れてますね。これはどうしてなんでしょう。そのお話をしますよ。ヒューヒューと風が冷たい冬の日にクロちゃんとシロちゃんは人間に捨てられました。お腹が空いたよ、寒いよ、誰か助けてください。でも誰も気がついてくれません。ゴミでもあさろうと思って食堂の裏に行くと、ほら汚い野良猫め、あっち行け。キャー怖い、人間って怖いんだな。隣の町に行くと大きなボス猫がいて、ほらここは俺様の縄張りだぞ、よそ者は出てけ。シャッシャガブー、あいたたたたたた、血が出ちゃった、怪我しちゃったよ。夜になって眠たいのに寝床もありません。仕方なく2匹は車の下で寝ることにしました。あー、あったかいママのおっぱいもっと飲みたかったな。ブルンブルン、急に車が発進して危うく引かれるところ、怖かった。クロちゃんとシロちゃんのように人間に捨てられた猫たちはご飯もないし寝床もないし外は危険がいっぱいです。このままだったら2匹はどうなっちゃうと思いますか。死んじゃう、そうかなと思ってたある日、思いがけないことが起こりました。あらまあ猫ちゃん、お腹空いてるの、かわいそうに、これを食べ、ほら食べて元気になって、ご飯だ、美味しそうだな、パク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 、お腹いっぱい食べました。あー美味しかった。世の中には優しい人間もいるんだな。そして毎日ご飯をもらってたらとっても元気になりました。さあ今日もご飯ももらおうと、あ、カゴの中か、よしよし、パクパク、ほしょ、蓋が閉まって出られません、捕まっちゃった。さあ2匹はこれからどうなるんでしょう。はい、ここでクイズです。1匹のメス猫と1匹のオス猫がいて、1年間で何匹の子猫が生まれるでしょうか。親猫が子猫を産みの子猫が孫猫を産み、孫猫がひい孫ひひひ、なんと1年間で54匹もの子猫が生まれる計算になるんですって。みんなお家で飼えるかな。無理無理だよね。だから猫さんには子猫が生まれない手術が必要なんです。クロちゃんとシロちゃんも病院に連れて行かれて、眠っていて痛くないようにしている間に子猫が生まれない手術を受けました。子猫生まれないようにしたよっていう証拠に耳の先っちょをちょんちょっと切ってもらいました。2匹は元の場所に戻されます。猫ちゃん、痛い思いさせて本当にごめんね。だけどこのまんま子猫がいっぱい増えちゃったらお世話できないほど増えちゃう、かわいそうな猫が増えちゃうから、だから子猫が生まれない手術をして町の人に見守ってもらう地域猫になって安心して暮らしてね。季節はもう春です。クロちゃんとシロちゃんだけじゃなくて他の猫さんも安心して暮らしてますよ。あれ、このおじさんどっかで見たね。わしゃ猫のことはよう知らんかったけど、こうやって見ると案外かわいいもんだなと言ってるのかもしれません。さあ皆さん、どうしてお耳にカットがあるのか分かった人。はい、いい子です、みんな分かりました。おしまい。おまけの紙芝居1分です。公園猫の話。あー今日もいい天気だ、にゃー。猫さんが公園でお昼寝をしていました。ドドドド、猫ちゃん遊ぼう遊ぼう、待て待て、やめてくれにゃ、迷惑にゃ。ちちちちち、にゃんこ先生が出てきて言いました。やめなさい、猫と仲良くするのはちゃんとルールがあるんだよ。それはね、
大阪には公園猫サポーターさんというボランティアがいる公園があります。サポーターさんは猫さんにご飯をあげてゴミを拾ってくれます。そして何よりもみんな覚えてるかな、猫さんには耳の先にカットがありますよ。こういう猫は子猫が増えますか、増えませんか。増えませんよね。当たり。そう、子猫増えないで、猫さんは公園でご飯をもらって安心。ゴミは大人の人が拾ってくれます。そしたら公園はどうなりますか。綺麗になります。綺麗になる。そうですね、綺麗になった公園で動物さんに意地悪しないで優しくできるかな。そうだね、その方が気持ちがいいんだ。どうしてかっていうと、公園だけじゃなくってみんなの幼稚園も保育所も図書館も区民センターもお家もみんな同じ地球の上に他の動物さんたちと仲良くするようにって生きてるからだよ。わかりましたか。ちゃんと聞いてくれてありがとう。じゃあシールをもらって帰ろうね。はい、よく聞いてくれたお友達に猫ちゃんシールがあるよ。どうぞ。ありがとうございます。あ、それクマさんでした。クマさんでした。黒猫シールがちっちゃいのがね、かわいいんです。あ、ごめんなさい、取れなくて、失礼しました。はい、こういうシールをね、でお顔につけたら楽しいよ。ありがとうございます。はい、私のふるさと寄付金ということでノーデルあります。手術の費用に使わせていただくので、ぜひぜひ、よろしくお願いします。公園猫サポーター皆さん入ってください。あなたの応援お願いします。犬猫の理由なき殺処分ゼロのために、大阪市ふるさと寄付金のご案内。野良猫の問題を解決目指して、取り組んでます。大阪猫の会会員募集中です。猫の会今会員1500名突破しました。紙芝居です。はい、お願いします。猫の耳先カットの意味を知っていますか。知ってたらはい、知らなかったら家でお願いします。こんな風な耳先カットいいですか。知っています。 ありがとうございます。知ってる方にももう一度、子猫が増えない手術をした、その猫は片方の耳先の方をカットしています。桜猫って呼ばれてるんですよ。一代限りで増えませんから、見守っていてあげてね。ありがとうございます。よろしくお願いします。